ははい皆さんこんこにちは村長です今日は先日から凝りに凝ってますスタジオワンでのマクロの作成方法について一例を紹介しますまたこの他にも僕はキューベースも使っていますのでキューベース用も近いうちに公開しようと思いますのでどちらのユーダーの皆さんもマクロというのはこんなに便利だということをまずこの動画で捉えていただけるように お願いしたいと思います。村長ミュージックスタジオ。スタジオワンではマクロは上のメニューのスタジオワンのところから。マクロオーガナイザーというのを出します。この時に後からももう一度言いますが。僕が今作っているようなものには。 頭に丸印がついています。これは後から探したりするときに便利なようにです。キーボードショートカットを使ったりする時も、こういう風に自分の作ったものが分かりやすいようにしておくのも一つのコツだと思います。それではまず新規というのを押します。すると画面はこのように変わりまして、 左側にスタジオワンでできるほぼすべてのことがここに機能としてあります。そして右側にプログラムを順に書いていきます。先ほども言いましたように分かりやすくするために先頭に星印をつけてマクロの名前を作っておきます。 今日は新規のオーディオトラックを作ってそこにあらかじめインサートしたいようなプログラムを登録するためのやり方を解説します。グループの名前のところには分かりやすくグループ分けするために名前を作っておけばいいと思います。まあこのような時だったら新規トラックとかという意味です。 ここにも後で自分がわからなくならないように説明をつけておくこともできます。まずこのようなコマンドはこんな中から探そうと思ったら大変です。あまりにも多すぎますよね。僕がやろうとしているのはもうヒントとしましてトラックという機能の中にいろいろあります。だからここでトラックを検索します。 そうしましたら、こうやって前に三角印がついてまして、カテゴリー別にこのようになっています。そして僕はもういくつか作っていますので、このようにトラックというホルダーの中にあることをあらかじめ知っています。皆さんもこの辺のところは慣れてくるとだんだんわかってくると思います。ここで ボーカルのトラックということなのでオーディオのトラックでモノとステレオがありますスタジオ1の場合これは後からでも自由に変えれますので絶対ということはないですが一応モノトラックを作りますこの時は上側に追加というボタンがありますのでもしくはダブルクリックをすると右の方に移動しますこれで 新規のオーディオトラックを作ったことになります。その後、今度はインサートを入れていきたいわけです。そういう時には、インサートを選択されているチャンネルに追加というのがあります。ここでいくつかを指すということを想定していますので、効率よく入れるには、これをいくつかも指しておいてもいいと思います。ダブルクリック、ダブルクリック、 ダブルクリック、このようにしておけばいいと思います。僕の場合、例えばノイズの処理のソフトを一番先に入れたりします。そして、これはどんなインサートを入れるかということを指定できます。僕が今回の解説動画を作りたかったのはそこなんですね。例えば、今まで、 マクロロのことについいてて解説している動画やホーームページがゼロではありませんででした。でもそれらは例えばショートカットの組み合わせでコピーしてまた貼り付けるもしくは新規トラックのショートカットそれらをこのようにマクロを使えば3つ順番にやっていけますよ1つのショートカットで一括してできますよというようなものが ほとんどでした。でも、それはショートカットを3つ覚えればいいだけと言ってしまえば、そうなりますよね。そんなことでは、僕の目指す30倍、40倍、50倍速くなるマクロは、あまり期待できません。でも、ショートカットキーで全くできないのが、こういう機能ですので、これらを覚えていただいたら、 いいということでこの動画を作っています。ここで編集というボタンを押せば、もしくはこれもダブルクリックをするとこのように開きます。そしてデバイスというのを選びます。上の FX というのはスタジオワン純正であれば FX の流れを組んでおくことができます。それで下の方は個別に指定をするということになります。 ここでプラグイン名を調べます一番上の方は VST2 が並んでおりまして50音順アルファベット順に並んでるんですけれども XYZ まで行ったらですねまたここから A が始まりますここから下の方が VST3 になっていますですからここで僕の場合でしたら R を選んでアイドトープの RX8 を入れたいいと思います。RX-8 のスペクタルでノイズというものとボイスでノイズっていうのは同じような働きをしますが僕はボイスでノイズが使い慣れていますのでこれを入れたいと思いますそして次はここで ボーカル用のエフェクトとしてボーカルファイナライザーというのを使うことがたまにありますのでこういうふうなのを入れておきますそして OK をしますそして最後にはイコライザーを微調整するために入れたいと思いますこのイコライザーは プラグインアライアンスのものが気に入っています。BX デジタル V3 のトラック用ミックスというのをここで入れます。そして OK をするんですが、もしプリセットがあれば、プリセットを選んでおくのもいいでしょう。例えば、プリセットの女性バージョン、こういうのを選んでおくと、 ちゃんとプリセットも作用しししまますすそして OK をしますこれでもう一度復唱しますがモノラルのオーディオトラックを作って3つのエフェクトを挿したということになります。これでどんな形になるか実際やってみましょう。 ここでマクロオーガナイザーの機能は終了しまして、キーボードショートカットの画面を出します。そして、ここで星印の名前をつけましたので、星印と、すると星ボーカルトラックというのが出てきます。 マクロに分類するということがここで分かります。ここでショートカットキーを使います。ダブらないようなショートカットキーを考えます。今のところは多分使ってないだろう。適当ですが。シフト altf というのを押してみます。はい。ここでもし重複があれば、このアサインというところの下に赤の文字で。 エラーが表示されますので、その時はダブってるということです。これで通りましたので、アサインボタンを押します。Shift、Alt、F、こういうのはメモにして書いておく方がいいでしょう。僕の場合は、今、ストリームデッキという便利なツールを使っています。ストリームデッキというのは、このようなツールです。また、このことも他の動画とかでも、 いろいろ紹介していますのでこの左手デバイスと呼ばれるストリームデッキがあればボタン一発でこのマクロをショートカットできます今のところは皆さんが持っているわけではありませんのでシフトオルト F で実行をしたいと思いますこれからキーボードでシフトオルト F を押しますどうなるかよく見ててください はい。このように3つのプラグインが自動で刺されました。もう一度やります。Shift-Alt-F。はい。とっても便利でしょう。これは今までのマクロの使い方、もしくはキーボードショートカットでは絶対できない機能です。もし、 今のことを従来のやり方でしようとしたならばこのように右の方にサムネイルはつけているものの僕のようにたくさんのプラグインがありましたら1個を探すだけでも大変になりますもちろんお気に入りというのに入れてあるんですがお気に入りが多すぎるんですねえですからやっぱり1分2分ぐらいはかかってしまうわけです新しいトラックを。 作ろうとしたらですね。ですから今は3つ入れましたけれどももしかしたら使わないであろうというのももう登録しておいて消すぐらいは簡単ですのでもしくはこのようにバイパスすればいいわけですから皆さんそこらを効率よく考えて今のようにマクロオーガナイダーを使えればとっても便利になります。 ぜひとも30倍40倍のスピードアップを目指して皆さんも少々難しいかなと思われる方マクロなんか一度も考えたことなかったよという方もこの使い方をマスターしていただいたら便利になると思います少し難しいかもわかりませんが挑戦してみてくださいまたキューベースの方も同じようにこういうマクロの 使い方をまた動画として作りたいと思いますので、もし自分が先にできるような方は、応用で同じようにインサートエフェクトを入れるようなマクロを組んでみてください。とっても便利になります。ご視聴ありがとうございました。村長でした。